よぼじじいになっちゃった。左手足が西洋不能だけど、あいつとは違う。その日はじゃ価値が全然違う。左手効かない、握れない。リハビリのためにおっぱい揉ませて、あいつに憧れたわけじゃない。体の一部分が欠けてしまうと神経使うよな。心臓に一番近い左手の薬指は寂しさに震えて固まった。音が確かに聞こえたんだ。